韓国の焼肉屋に親と弟と一緒に行きました。家族4人で。うまそうでしょ。これもやしだね、もやし。パチンコって負けたら食べるやつ。これ白菜。キムチの白いバージョンですね。ムーキムチ、水キムチでしたっけ。韓国の焼肉うまいんだよな。マジで久しぶりに食べに来たわ。オリジナルカルビ。これを食べて、韓国で作られたキムチを食べれるんですよ。あん。これめっちゃ熱いけど、サムタンと一緒に食べればもう、勝ち。で、ここで唐辛子なんです、唐辛子。いや、昨日マジでうちのチームすごかったんだよな。いや、3対1で勝ったのマジでかかった。韓国のゼータパン結構いったわ。ゼータホームグラウンドでしたね。全く知らない韓国人がさ、せーの、ゼータファイティングして、マジ謎だったけど、めっちゃ良かったんだよな、あれ。あ、괜찮아요。감사합니다。コッテ揚げましょうかって言われた。いや、韓国これがいいんだよな。自由に配信できるお店でも。日本はちょっとやらない方がいいでしょ。あ、でもどっちが好きか言われたら日本の方が好きなんですよ。勝手になんかあちこちでみんな配信したらそれもなんか困るじゃん、正直。こいつ兄弟、兄弟。弟です。そんなイケメンじゃないんですよ。俺の方がもっといいでしょ、皆さん。何言ってんすか、一体。おい、ちゃんと見てください。おかしいな、みんな。ほらほら。いや、どう見てもこっちでしょ。おい、太った話だめだ、今。ご飯食べてる人の前に。肉が石で感じるんじゃないか、もう、急に。父さん多分日本語を読めると思うよ。こう見えても一応博士なんですよ、博士。がんの研究者ですね。韓国の2番目で有名な大学の。今、引退した。俺も昔普通だと思ったんだよな。なんか、全国のあちこちで知り合いの人がなんかプレゼントめっちゃ送ってきて、あ、大人ってみんなこうなるんだって思ったのに、全然違う。何も来ないっす。あ、会社から来てるわ。いろいろ。お店こんな感じ。マジでいい時間帯に来た。人めっちゃいたら多分無理やったけど、この時間帯人いないんだよな、今。結構広いでしょ。韓国のお店。こんな感じです。これ半分冗談だけど、うちがこのお店借りたかも今。いや、やっぱり 100% 冗談です。やっぱり、こんにちは。やっぱり日本語勝負来た。皆さん嬉しいです。ありがとうございます。お母さんなんかネットで40代のなんか日本の方と会話のなんかレッスンとかなんかしてるらしい。俺、日本語配信する前から、うちの家族の雰囲気って、今考えてみたら、日本にフレンドリーだったんだよな。もともと日本野球好きで、親がね。そこで、ギアさんに出会って、気づいたらもう、ブワーってめっちゃ好きになったんだよ。マジで色々出てるんじゃないですか。肉頼んだらこれなんか全部一緒に出るんだよな。多分日本だったらこれ1200円ぐらいもらったと思う。今なら言える。これ多分400円。白菜、キムチセットで、2つ含めて400円。俺、全部出てるんだよな。食べ物は結構安い。これはプラスで頼みました。これ200円。まあ物価がどう考えても日本より安いからさ。てかダメだ、俺なんか食べる量増えた。俺が豚になる。前本当に少し食べたらもうすぐお腹いっぱいになってめっちゃ言われたのにな。え、もう終わりなのって。最近めっちゃ食べてる。いや、俺韓国に来る前にさ、韓国で使ってたSIMカード日本に持ってきたんですよ。それ、失ってしまってて、韓国入国して、一日データ使えなかったわ。ってか、なんかちょっとね、悲しくなったのが、日本のSIMカードで、そのままなんか韓国入国したら、急になんか SNS メッセージが、なんか携帯に来てさ、あなたは今からなんか、世界の無限ギガパックのサービスに契約されました、みたいななんか案内メッセージが来て、一日使うだけで3000円持ってかれる、とんでもないサービスになんか加入された。
3200円持ってかれて、速攻観光の空港で海外ローミングサービスセンターになんかドコモに電話して、明日からまあ使われないようにちょっとよろしくお願いしますって伝えといたもん。1日で3000円終わってるよマジで。ビビったぜマジで。いやまあ全部食べたんでもう行きますか。カデえ、えせ父さんがなんか5000ビッツありがとうございますってありがとうございます。俺より配信してるじゃん。いやいや、レシートどこ？これ超ヤンスじゃん。なあちょ。あれだけ。ちょ、健ちゃん。ちょ。マジセンス。え、なんだ。こんにちは。ね、こんにちは。肉をさ、4人であんなに食べたのに9600円出てる。マジでいい。あ、ここってさ、2階がお店で、1階にこうやってなんか肉をあれやってるんですよね。あと肉も一緒に売ってる。お腹いっぱいだ。どうすか。まだ大丈夫そうですか。俺似てる？ふざけんなマジで。うまそう。うまそうじゃなきゃうまいの。食べたんだ、さっき。これうちの車っす。うえジムサージ。ママの突然の質問。リスナーってこういうの面白く感じるのって。さあどうだろう。まあ俺も GTA 始まった。うちも観光でちょっと頑張ってやります。銀行に行きましょう。ちょっと今からどうすか韓国の泥。あ、韓国左エンドルなん、ハンドルなんじゃないの。そういえばこれなんか急にやってみたいんだよな、こういうの。車って、俺車ないからさ、羨ましいんだよな。あ、ここはさ、ちょっと綺麗な街なんですよね、韓国の中で。韓国だったらここどこなんだろう、ボクドンって。家賃高い町ですね。うちの家の場所がソウルではないんですけど、ソウルとめちゃくちゃ近い、ソウルじゃない場所。だから秋葉みたいな場所なんですよね。秋葉って東京でしたっけ？本当に少し横にある千葉みたいな感じ。八王子ではないですね。八王子はちょっと離れすぎ。多分秋葉原がちょうどいいと思う。多分、うちの家の場所は秋葉原みたいなアクセスを持ってます。コンセプトは全然違うけどね。こうやって、ね、久しぶりになんか韓国に来て配信したらマジで楽しいな。結構新鮮ですもん。俺1年ぶり来たからさ、ラストに韓国に行ったのが9月30日だったんだよな。で俺10月1日に移住してきたから日本に、ほぼ1年ですよね。いやでも1年ならさ、ほとんど変わんないと思ったのになんか街が変わってるところも結構あったんですよね。1年なら結構変わるんだやっぱ。でも安心できたのは、日本の方がもっといいなって思うところも結構あったんですよね、今来て。まず街が日本の方がもっと綺麗。あと人が肩をぶつかってこないし、もうちょっとちゃんと前見て歩くんですよね、みんな。これ見て。急に何もないところであんな感じでさ、アパートがなんか出てくるんですよね。だから住宅がなんかそんなにない、俺が住んでる場所は。これを日本ならタワーって言ってるんですよね。ここは昔うちが住んだ場所。中学校、高校、大学1年生まで。だここは俺は中学、高校、ずっと俺が住んだ町です。ここでなんか日本だったら高田馬場みたいな感じかな。高田馬場ってみんな勉強しに来るんじゃないですか。サチン、ここに行ったことがあるし。わかりやすい。俺もちょっとなんか日本の知識増えたから、比べるの結構なんかできるようになったな、今。前はどう説明すればいいんだろうって思ったのに。おもろいな、こういうの。ここ全部アカデミーじゃないですか。みんな少し読めるでしょ、韓国。右下にあるのはちょっとメガネショップですね。俺も韓国語勉強頑張ってたからな、ちょっとぐらいは読める。これ35階の建物らしいですね。建物が名前がハイペリオン2ですね。これはうちが住んだ場所は2で、ハイペリオン1の場所が別のタワーがあるんですよ。こっちの横にちょっと離れてる場所なんですけど、あれだあれだ、今見えてるやつ、あれは68階まででしたっけ。あそこの1階はヒョンダイデパートメントがあります。だからこっちが 0.03 スパイギアくらいで、あれが 0.06 ぐらいになるのかな。
あれも結構でかいですね。でもスパイギアの足元までは来れるかも。あ、そうだ、俺パトロールをそのアイスリンク場でやってたんでしたけど、あのアイスリンク場もこの辺にある。その昔キミアナとかもなんかここで練習したことあるんですね。韓国はあのスピードスケート強いんじゃないですか。ここでその選手たちを育ててる。だオリンピック選手たち結構来てるんだよな。高っ。これがあれだね、68階のやつ。建物の9階が公園です。上なんか草むらとかあるんじゃないですか。あれ公園なんだよな。地震が起きないからこういうのができるんだよね、韓国は。まあでもその分安全については日本よりはいろいろ油断してると思うけど。みんなこっちがアイスリンク場、あと野球場もあるけど、野球場は今ちょっと見えないな。いや韓国マジで暑くない。日本の方がなんか湿度がめちゃくちゃ高くて、日本はあのその家から出るタイミングで、ああ今日もやばそうだなってすぐなんか思うんじゃないですか。暑そうけどな、外の人たち。そんな暑くないんだよな今。野球チームここどこでしたっけ。ここの横のスタジアムが NC ソフトがリネジにお金を韓国のおじさんたちがめっちゃあげたおかげさまで野球団まで作ったんですよね。オリックス中心の吉野オリックスポストに。始まった父さんの野球の話。ボストンの吉野、ボストンレッドサックスの吉野選手うまいですか。なんか急に始まったぜ。オリックス出身。オリックス出身だって。すごいすごい、今めちゃくちゃうまいらしい。あー、その吉野さん、俺も知ってますよ。吉田さんじゃない、吉田さん。そうね、もともと4番選手は村上選手だった。村上のダウンでったかんで올라오고있지。うん、村上の고전하다가이제올라오고있어。村上選手一回パフォーマンス落ちて最近また上がってくるね。あ、上がってるねって言ってる。俺はあかんね。まあでも父さん野球めっちゃ長く見たいからな。星野野村いすって監督。星野監督、野村監督の時から見てたって。あれが多分あれかな。あれうちの家ですね。この横のなんか高い壁もあれみたいにタワー作ろうとしてるから隠してます中を。もちろんあのこっちね、あの昔ソムちゃんが俺の町になんか一緒に来てて、めちゃめちゃ古いブロックで住んでたんですよ。あれが今あの工事やろうとしてるあの壁の向こう、ゴキブリとかめっちゃ出てくる建物で、頑張ってなんか一人で毎月3万円の家賃払いながら俺の町の近くに来てたんですでしたけど、あそこがもう古すぎて、そこを壊してまあ再建築のフェーズに入ったんですよ今。だから俺が見たらちょっとね、昔の思い出るな。ソムちゃん強い。体が離れると心が遠くなるからみたいな話してて、頑張ってなんか2回か3回引っ越してきたんだよな。まあ結果が良くてマジで良かったんですね。今はなんかそれで日本までついてきたのに、ソムちゃん日本において韓国来てる今。クズな、クズ。うん、まあ仕方ない。今お仕事で来たから。お仕事で来てて焼肉食べました。うまいです。